前にね、新しい選手のちゃんと発表したいと思います。皆さんからも結構ポープのチャート丸ですか、ポープのチャート丸ですかって結構耳が痛いほど聞いた、ようやくできました。で、まあ、これから歌うんですけど、多分皆さん一回は聞いたことあると思うんで、一回は聞いたことあると思う、まあ、歌うんで聞いてください。ポープ、ポープ、ウィリアム、ポープ、ポープ、ウィリアム、まあ、こんな感じでポープの、紹介、選手のチャートはこんな感じになるんで、まあ、この後に、ね。
スピードプレイヤー一発目歌うことになると思うんで、でっかい声でいきましょう。よろしくお願いします。まあ、改めてなんですけど、まあ、先週の時の戦ね、まあ、今シーズン初の複数失点と逆転負けっていう、まあ、かなり、まあ、現地で見てもなかなかダメージくるような敗戦ではあったんですけど、まあ、そういう時にまだまだその1回の複数失点とかその逆転負けとかで、ね、僕らまだ下向いてる場合じゃないし、しっかりそれでもまだ全部が一番上と順位キープしてます。僕らもまあ、よくもあるともね、まだまだ多分チャレンジャーの選手っていうのあると思うんで、でも今はしっかり今この位置にいることをしっかりそこは自信持って堂々と戦っていけば、あ、選手たちもこのと結果出してくれると思うんで、しっかり僕らも1位にふさわしいような応援して手拍子声とか圧力をあの上の地ですけどみんなに出していけば必ずチームとしても日本国向くと思うんで、もう一回ここからいい流れ、もう一回流れ乗れるようやっていきましょう。よろしくお願いします。Yeah.
ない一定です。みんなでセクシー関係なくみんなで盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。